はい、ということで引き続いて、マリメッコのスカーフとバッグ、ね、はい、こちらはウニッコのスカーフ2枚になります。色違いですね。そうですね、はい。途中ばかりしたのはベージュですね。はい、私のはグリーンです。はい、どちらもシミとかなくてコンディションもいいですね。はい、です。ちょっとね、まだね、電車なんか乗ってね、冷房がきつい時なんかね、首に巻いてもいいですし、バッグなんかにね、ちょっとこう荷物を隠すのに、隠すのにね、こうやっていいと思います。いいですよね。はい、はい、私の方はネイビーにブルーですね。ブルーのドットのブルーですね。はい、はい、こちらはグリーンに白ですね。はい、はい、マリメッコですね。こちらもコンディションいいですね。いいですね。今回スカーフどれもコンディションいいですよね。いいですね。ね、それと使用感も少ないです。引き続いてバッグですね。はい、こちらウニッコです。黄色です。可愛いですね。可愛いですね。なかなかこういう形のってないですよね。うん、これも初めてですね。はい、ファスナーがついてまして。こんな感じです。こういう感じのものですし、これからね、あの濃いめのお洋服とかコートを着るようになりますので、うん、あのバッグぐらいちょっと明るい派手でもいいかなと思います。そうですね。ちょっとそこにこう目が行きますね。はい。いい感じですね。はい、あ、大きいですね、今度は。座長男性でもいいと思います。あ、いいですね。あの収納がたっぷりなんですね。はい、なんて。ありますね。ここにマリメッコの M と、はい、これがポイントですね。どうですか、女性用の、はい、まず肩にかけるとこんな感じになります、うん、はい、こうバナナのようなねシルエットなんですね、はい、そこがまたポイントですね、はい、で肩にかけるとちょっとこうお尻で、そうですね、ちょっとウエストに乗せるような感じ、はい、こうやるという感じでしょうか。ね、いいですね。で、あとこのベルトがね、あの太いんで、あのこう肩に負担が少ないっていうんでしょうか ね、 そうですね、いいと思います。 M をわざと前に見せて、うん、はい、色もいいですね。いいですね、はい、これも男性の座長係さん、これもね、あの何度かね、この8月にもご紹介したんですけど、はい、まだ再入荷でございます、はい。ここにあの一応ファスナー付きのポケットがございますので、貴重品入れてね、うん、何といってもこれ大容量なんで、はい、レジャーの時に大活躍なんですね。いいですね、あの思い切って使えますし、男性でも肩通ります、はい、これが秋の行楽シーズンにぴったりです。そうですね、いいですね。あの青だと思うとね、こう夏のイメージなんですけども、うんうん、マリメッコのウニッコの場合はね、うん、もうあの季節問わず使えるのがまたいいところですね。こう街歩いててもいろんなカラー持ってますね、はい、ちょっと女性の方ね、はい、うん、あのお買い物にもいいですね。いいですね、はい、アウトドアにもいいですね。いいですね。これショルダーバッグ出てるんですね。お、雑用係さんもいいですね。はい、私の方はグリーンですね、うん、でスナップボタン式でなんかポケットがついてます。だからファスナー付きのポケットがございます、はい、まあ、貴重品はそこに入れてね、はい。雑用係さんのキベットですね。キベットのベージュです。明るいベージュですね、はい、はい、で内ポケットついてるんですか。はい、こちらも入り口がファス、あのスナップ式のマグネットで、はい、こちらに内ポケットがあると、はい、じゃあ女性の私がちょっと身につけてみますね、はい、はい、でこうお尻にね、うん、こう乗せて、だからどういうカラーとも合わせやすいですね、はい、でも OK です。はい、こちらのバッグはナイロンでしょうか。ナイロンですね、はい、
で、 M ってマリメッコの M ってあります。あの多分雨の日でも防水だから中染み込まないと思います。いいですね、うん、試しにちょっとこう濡らしてみたんですけど平気でしたね、はい。まあ、もちろん沈めちゃえばこう浸水していきますけれども、はい、ちょっと雨に濡れる程度では多分平気かなと。はい、中もたっぷりの入るようになってます。であの中2室2つに分かれてました。そうですね、仕切りが中にございます。はい、いいな、なんか男性を持ちたいなって。そうですね、女性がこうショルダーにするとこんな感じになります、うんうん、で肩にかけるとこんな感じ、はい、ちょっと あとそうなんです。ここで長さ調節できるので、うん、短い方も長い方もね、自分のこうかけたいサイズにかけることができるので、はい、大丈夫です。じゃあ雑用係さん、はい、やってみてください。あ、バイクかかってない。あ、いいですね。いいですね。はい。結構こうね、ポケットがついてるダンス嬉しくて、はい、実は後ろにこうポケット、そうなんですね、スマホが余裕で入るんですよ。はい、尻尾に隠れるぐらいあって、ここにペンが刺せるという多機能なんですね。はい、多機能バッグってね、結構男の人はね、キュンときちゃうんですね。はい、いいな、これもらっていいですか、いくら。そうですね、雑用係さんの場合はいくらで売りましょうか。社員価格で考えておきます。はい、はい、いいな、はい、なかなかね、こうナイロン式のね、ナイロン式っていうんですか、ナイロンの素材のバッグとなかなか入荷がないのでね。それ日本ではあんまないですね。ないですね、貴重です。これなんか K みたいなこのオーガンス、何かとコラボなんですかね。こういうあれでしょうか。何ですかそれ。こういう、あ、失礼いたしました。全然意味がわかんないですけど。はい、いいな、素敵ですよ。はい、はい、おすすめです。はい、最後になりましたけれども、ウニッコのポーチ、ちょっとポーチっていうと小さいポーチもありますが、こちらちょっと大きめになります、ね、たっぷり。左右にまたポケットがあって3つ3つに仕切られてますから、いろんな収納ができます ね、はい、ますね。旅行に便利ですね。便利ですね、うんうん、これ一つ持っていけば。そうです、ね、温泉街そうですね、はい、ということで以上でしょうかね。はい、はい、今回はこの生地とスカーフにバッグと、はいはい、ちょっとね違うアイテムをね、うん、組み合わせてみました、うん、はい、秋の行楽にね、はい、使っていただけたらと、はい、はい、思います。ということで私たちの秋の行楽は、そうですね、今回3連休ね、多分もう全国的にお天気悪かったんで、うん、はい、皆さんなんかちょっと不完全燃焼じゃないかな。そうですね、こう夏休みから続いてね、で来週は秋分の日が入ってるんですが、土曜日と重なっちゃってね、はい、普通の土日になっちゃいましたね。はい、ということは10月入って体育の日あたりかな。そうですね、うん、その辺になりますとお天気も安定してきてね、はい、もう爽やかになってきますから、本当にいいかなと。はい、ちょっとね、それ向けていろいろ計画を楽しみながら、うん、楽しみながら計画をして1週間頑張りたいと思いますので、はい、皆さんもいろいろ楽しんでいただきたいと思います、はい、以上でしょうかね、はい、はい、じゃあどうぞ今回も、ね、最後は久々にたまりや雑用係さん閉めてください。はい、はい、そうですね、まあこちらの方は昨日から気温が一気にね、16度上がっちゃったんですね、はい、昨日は10月中旬並みの陽気で寒かったです、はい、で今日は33度ぐらいで、はい、猛暑日ちょっと手前までっていう感じでね、はい、気温変化も激しいんですよね、はい、どうぞ皆さんもどうぞ体にはね、健康管理に気をつけてお過ごしいただきたいと思います、はい、閉めてください。はい、ということでまた来週、はい、
ワイドキルの楽しみにしております。はい、はい、どうぞよろしくお願いいたします。はい。